はい、今回は正面ボレーをやる中での足の使い方の3つのドリルっていうのをやっていきたいと思います。はい、3つっていうのはどういう3つでしょうか。で、本当にまず最初ネットのこういう近くでいいんで膝を落として、この体の使いが膝の使い方と、さっき1回目でやったようなその肘の使い方を使ってボレーを飛ばすっていうのをやっていくのと、じゃあまず1つ目は両足を固定ですね。はい、両足をその場で固定でやっていきます。はい、じゃあ2つ目は、2つ目は左足を今度動かして、右足のまあケンケンというか右足一本軸での膝の使い方で球を運ぶっていうような意識をやっていく練習です。右利きの人だったら右足、そうです、左利きの人だったら逆ですね。でやっていきたいと思います。はい、で3つ目は、はい、で3つ目がさっきの正面ボレーの本当の基礎的なことになるんですけど、足を使って前に行きながらボレーするっていう、その3つをやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、1つ目はまずは膝を両足を固定したバージョンのやつをやっていきたいと思います。まあ、これは膝の柔らかく使い方と肘を柔らかく使うっていうことを意識してやっていきます。お願いします。点で捉えるっていうよりも線で捉えるイメージですか。そうですね、ボールがまずまっすぐ上げボールをしてもらってて、そのまっすぐ来る中にしっかり面を添えてあげるっていうことがまず一つ大事になるのかなと思います。やっぱ長く持つイメージですかね。ボールをやっぱできるだけ長くボールとラケットの面を当たってるような意識をすることが大事で、まあその中に今回は手だけじゃなくて膝っていうのが入ってきて、相手が打ってくる頃には膝を折り曲げて曲げてしっかり反発させるこの膝のパワーっていうのを意識するのも大事なポイントになります。はい、じゃあもう少しお願いします。はい、足が長いですよね。そうです、やっぱり狙いは上げボールして回ってるところに最低でもワンバンで届くとかっていう意識はサービスライン超えるぐらいは当たり前ですよね。はい、まあ、それは絶対条件かなと。うん、球足が長い、やっぱり狙いは本当はバックラインのところにワンバウンド目が落ちるぐらいが一番僕は理想なのかなと思います。はい、次のドリルにやっていきたいと思います。はい、次は右利きの方は右で、はい、右膝と曲げて片足でボールを飛ばすっていう意識をやってもらいたいなと思います。俗に言う軸足ですよね。そうです、やっぱりボレーにしてもまあストロークにしても軸足っていうのはすごく大事になってくるので、やっぱこの軸足のパワーをいかに足からインパクトするこのラケットとボールが当たる瞬間にうまく体と使い方があってそこにパワーを持っていけるかっていうのはすごく大事になってくると思うので、そういうのをしっかり見て分かってもらえたらなと思います。ストロークと同様にやっぱりボレーでも軸足がしっかり大事だと。大事ですね。はい、じゃあお願いします。はい、上半身は背筋伸ばすとか胸開くとかなんか意識してることってありますか。あんまりこうなんだろう、急
窮屈に猫背にこういう風に縮こまれてるか胸を張った状態でしっかり右手を前に出すのに対して、まあ、右肩がこうやって前に出ようとするんであれば左肩を引いてあげるっていう体の使い方をしてあげるのが、なるほど、手だけじゃなくて、そうです、そういう体のこのこういう動きです、うん、は、まあ、大げさにやる必要もないと思うんですけど、しっかりやればしっかり球を持つ時間っていうのも長くなるのかなと思います。前回肘でしっかり線で捉えるって言ったんですけど、はい、今度はこう自然に左の肩が引けるような、はい、まあ、専門用語で言うとコーディネーションがしっかり起こっているってことですよね。そういうのをやっていけば遠いボールの時に、うん、より遠いボールが取れるようになったりとか、そういう力がなくても球が勝手に反発で飛んでてくれるっていうのもそういう一つの要因だと思うので、そういうのが本当に自然とやれるようにするにはやっぱりこういう基本のところで当たり前にできるようになれば応用の時にできるようになるっていうのは僕の思ってることの一つなんで、しっかり右膝の柔らかさと肘を緩めて上半身が自然に肩がこう動くわけですね。ラストお願いします。3つ目は、まあ、本当に基本の正面ボレーっていうような括りになるんですけど、で、まあ、意識してもらいたいのはここは左右で、まあ、ボレーしてから左足を突くっていうイメージで、あの昔からずっとやってるんですけど、で、まあ、本当になかなかこの足が合わないって人は本当にこうやって後ろから歩いていく中でボレーをしていくっていうのも一つの基礎のやり方でもありますし、しっかりこの上げボールが球が速いからといって慌ててこういう風な形でボレーをするんじゃなくて、しっかり自分のタイミングで左右でさっきの今までやってた2つ目のやつの練習の右足軸でしっかり運んでから左足がつくっていうような意識をしてもらいたいなと思います。はい、それでは実践していきたいと思います。お願いします。お願いします。フットワークをする際につま先からこう入っていくのか、はい、かかとから入っていくのかとか、なんか足のその上手な使い方ってありますか？やっぱり軸足っていうのは長く設置してほしいので、まあ、基本はかかとから入ってほしいなと思います。やっぱりつま先になるともう前に駆け抜けるだけしか、うん、膝も硬くなりますよね、はい、つま先しっかりこの膝の柔らかさっていうのをやるんだったらかかとから入って、うん、つま先に抜けるっていうイメージが必要なのかなと思います、はい、じゃあかかとから膝を柔らかく、はい、ラスト5球お願いします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回その基本的な3つのドリルだったんですけど、しっかりまあそのグリップの緩みと肘の緩みで、そして両膝、下半身を使った連動でのボレーっていう形になるんですけど、まあ、しっかりこれが本当に基本がしっかり安定してできるようになったらミスも減るとは思いますし、まあ、そしてその中で何だろう、速いボレーをさっきの練習の中でも一つ、僕は速いボレーをしようとしているんじゃなくてしっかり狙った深いところにボールを狙って体全体を使って飛ばすっていうのを意識してほしいなと思うので、
本当に最初は速いボレーとかすごい勢いになるボレーをしようとするんじゃなくて、しっかりふわっとでいいので深くとか狙ったところにしっかり面で運んでいける、体全体で運んでいけるようなボレーをしてもらえたらなと思います。はい、2回目もありがとうございました。ありがとうございました。なんかもう本当に球をやっぱ後ろから長く持ってる印象と、やっぱり足首、膝、あとは肘とか体全体の柔らかさをボールにこう力を伝えてる印象がすごく参考になりました。ありがとうございます。はい、じゃあ次、3回目はフォアボレーなんですけど、今度横面、はい、右ストレート展開とかでよく用いられたりとか、はい、あとはクロスボレーとかでちょっと距離が出た時って、そうですね、まあ、斜めだったり横面になると思うんですけども、はい、そのフォアボレーをまたお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。